先月、バドミントン日本代表の公式写真撮影に密着。コート上では見られない選手たちの素顔を大公開。はい、低い。はい。さっきぐらいでちょっと笑顔です。はい。あ、どうぞ、笑顔できるか。何回目かなので、いつもよりはスムーズにできたかなと思います。ピンクの日本も可愛い。そうですね。デザインもすごい、あの花柄が入っててすごい可愛くて、はい、たくさん着ようと思います。作り笑顔するのがすごい得意ではないです。本当にできないです。もう顔引きつっちゃいます。あ、いいですね。かっこいい。キリッとしてる。まあ、ちょっと真剣な顔で作り続けるのは結構難しいです。ちょっと顔が引きつってる感じ見たんですけど、はい、まあちょっと慣れないんで。早く試合だ。あ、いた。昔からそうですね、バドミントンしてるとき口開いちゃうんで、こういう撮影とかあんま めったにないっていうか初めてだったんで、開かない方がいいのかなと思ってちょっと意識してやってたんですけど。まださっきの笑顔まあ結構面白かったです。笑顔めっちゃ褒められてる。そうですね、結構自分の中で面白いこと考えながら笑ってます。何考えてたんですか。それは言えないですけど。笑顔できる。ああ、何だな。ああ、いいな。笑えてますか。笑えてます。いい感じ。これ2段ぐらい。はい。初めてのことなのでいろいろ分からないことが多いんですけど、まあ、楽しんでやりたいなと思います。ちょっと待って。あれ、カットです。カットです。ちょっと待ってください。ライトがすごいですよ。ちょっと待ってください。上がって打つときにフラッシュがすごくて、あの距離感は分かんなくて、振ったら全然違うとこ当たってました。はい。なんか刺せたらいいなと思って刺さったんで、なんか気持ちよかったですね。なんかみんなも驚いてくれて嬉しかったです。あの前に小林さんが、はい、やっぱあれをめがけてっていうのはちょっと対抗意識。そうですね、やっぱりちょっとどうしても力が入っちゃって普通だったらこう真ん中に行くはずなんですけど、下の方に当たってちょっと下手切れっていう下手切れになっちゃいました。左右のちょっと前毛がある。あれできないの。眉毛上げながらちょっと歯を食いしばってってたので、ちょっと難しかったです。ちょっと役者じゃないんで、ちょっと難しい。めっちゃ恥ずかしいです。ちょいちょいこう顔出してくるんで、集中できなかったです。毎年やってることなので、そんなに緊張しないですけど、まあ、こうやって皆さんにバドミントン知ってもらえる機会が増えればいいかなと思います。見慣れてるな、やっぱり。もっとつま先上げていこう。ああ、顔の角度。顔の角度変えちゃったりなんか。悲しい。長引く長引く、俺らが言ったら。うまい、こういうのが。あら、これ素材がいいな。あ、かわいい。はい。かわいいって言われて嬉しい。
も得意なんで楽しかったです。かっこいいですね。何もしなくてかっこいいっす。ひろとさんも言ってました。いやいやめっちゃ嬉しいじゃないですか。めっちゃ嬉しい。うまいです、写真。うまい。うまいです。顔の作り方がうまい。かわいい。にらんでが一番難しかったです。でもありましたよね。にらんで、にらめたり。慣れてらっしゃるの。いや慣れてないです。慣れてました。めっちゃ可愛い。全然慣れないです。まあ SK2 でいろいろやったの で、ね、はい、もう慣れました。あれ見ました。めっちゃ、あ、ですか。めっちゃかっこいいな先生。あれでもう何百枚も撮ってるんでちょっと、はい、もう何でもこいって感じです。まあ長い間同じ顔を続けるというのがちょっと難しいですね。ただやっぱり不慣れでなんかこういうポージング系はちょっと苦手なのでもうちょっと期待に応えられるように頑張りたいと思います。あ、じゃあ今の感じでちょっとお前もぐらいフォーカスちょっと上げてぐらい。あんま笑顔になってるから。あーでもそれ似合うもんね、笑顔。いやいや、いいよ。恥ずかしいですね。あ、でも楽しかったです。メイクもしてもらって楽しかったです。楽しかった。はい、いいことです。マジなんかいいな。絵になる。かわいい、うん、アイドルみたい。マジで絶対いけますよね、アイドル。いける。アイドルアイドルっぽかった。毎日見てるのでその成果が出てよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。日本代表の皆さん、長時間